開発の思いをですね、ご紹介させていただきたいと思います。アイボがおまわりさんに扮してお家の中をパトロールしてくれるようになりました。アイボを普段の生活の中からこうやって自分の縄張りを頭の中で覚えていってるんですね。大事にしてたのが生命感というキーワードで、やっぱり自然な佇まいであってほしいということで、デザインをしています。次回は名古屋に行きます。よろしくお願いします。